まあロケのついでにね、なんか動画撮ってるんですけど、最近やっぱ また僕ナルトとか、まあ一旦なんか見返したりしてるんですけど、結構桜、まあ桜ファンの方いるかもしれないですけど、結構桜ひどない、ナルトにおいての桜、おい桜見てるか。いや桜最後の方はいいよ、三すくみとか、なんかこの師匠のね綱での愛情とかを受け継いでくれる感じは燃えるんやけど、結構自己中ちゃう桜って。ナルトがまあまあもちろんね好きなんですけど、ナルトの気持ちとか考えたら結構めちゃくちゃやで桜。日向と真逆というかね。だって最初サスケがまず抜けになるっつって里出るときにね、この忍びとしてはですよ、このサスケを殺してでも止めるか、もうマジで倒してでも止めることなんですよ。忍びが里を抜けるって犯罪者になるってことですからね、抜け人って。その木の葉の抜け人が出たら木の葉が抹殺しないといけないんですよ、大体ね。忍びの世界っていうのはそのナルトの世界観、それをさくらは一緒について行かしてくれた。だから里より自分の好きな気持ち、エゴを取ったわけですよ。この時点でまず犯罪者予備軍、ナルト疾風伝に入る前にまず犯罪者予備軍です。まあそのサスケ君が好きやからっていう気持ちありますけど、いやいや、その恋愛で里危機にね陥れられて、ナルトのお母ちゃんとお父ちゃんは、ああ、ま、かわいいね。さくらはその里を脅かしてるわけですから、そのナルトとナルトの、ね、ミナトとクシナは死んでるわけですから、里のために恋愛同行じゃないんですよ。であろうことがナルトに一生のお願い、サスケ君を連れ戻してっつってナルトにプレッシャー与えてるわけですよこれ。いやいやいや違うやろ、ナルトもナルトの思いで動いてんねんからって。そこがまず自己中で、ほんで一番腹立ったのはあの五影階段編のサスケをね、さくらがまあ殺すって決めたのか知らんけど、キバとかリーとか連れてね行くわけですよ。このまあ見てる人はわかると思うんですけど、何したさくら、騙してね、あのみんなで行くってサイとか途中で寝かすんですよ道に。忍びの世界で言ったら道中で寝るって死ぬのと一緒ですからね。味方にめっちゃ強い薬飲まして寝かしていくんですよ。ってことはもう牙とか死んでいいってことなんですよ、さくらからしたら。どうでもいい、もうとにかく自分のサスケの気持ちさえ解消できればどうでもいいってことなんですよ。イノも好きやけどイノ我慢してるからね、結構。日向ももちろんそうやけど、日向はもう自分の自己犠牲の精神でペインの時とかも出てきたりしてるけど、さくらは基本周り巻き込んでるんですよ、キバとかリーとか寝かしたり。ほんで挙句の果てにサスケの前来て、チャクラ全くないサスケの前で手震えて、何をしとんねん、毒付きのクナイナルトにつけて。いやあれナルト死んでたよ、そのなんかギャグみたいに描かれてるけど、ヒーンってなってるけど、いや死んでた可能性あるからね。あそこでさくらがナルト終わらしてた可能性、あれ普通に業務上致死ですよ、あれ過失ですよさくらの。そっからなんか結局ナルトとかが器広いだけで、いや俺はマダラとかオビトより結構さくらがやばいなと思います、ナルトは。さくらファンの方反論あったらちょっと、いやさくらこういうとこが好き、俺さくらのファンおらんと思うねんなあんまり。いや好きやけど、さくら一番好きっていう人おる、ほんまに。ちょっとこれはね、うん、ちょっと論争待ってます。イニミニレカピカレイライオニメカチカロリパパランパンプッシュ。